どうも、ミスター X です。今日は大阪とっても天気が良くてですね、で、まあ、それほど寒くもなく、晴れてますね。はい、とてもこのちょっと肌寒いですけどもね、いい気候じゃないかなと思います。皆さんのね、今見ていただいている方の近くの天候はね、いかがでしょうか。ということで、昨日より予祝アカデミア始まりましたね。プレーオープンに向けての、飛行機がすごい音ですね。プレーオープンに向けての、無料講義ということで、まあ、一応ね3日間、昨日今日明日と、まあ、資料を作って、で、まあ、パワーポイントでね資料を作って、それに沿ってね、講義をしていくというスタイルで、やらせていただいております。で、淀川のおっさんの分もね昨日見させていただいて、で、私の内容とミスター X の内容と淀川のおっさんの内容ね、もうほとんど全然違いますので、ぜひどちらもね見ていただければなというふうにも思いますし、何かね、私の場合はサラリーマンに向けてっていうことで、かなりサラリーマンに対しての、お話をねさせていただいたところがあるので、まあサラリーマン以外にもね、学生の方でも、いろんな気づきが、将来社会人になるわけですから、いろんな気づきはね、出てくる内容じゃないかなとは思います。まあ昨日はね、本当にやばいよという、何もしなかったらやばいよっていう内容のね、話を中心にさせていただいて、まあ今日はまたちょっと違った、側面というか、考え方からの講義をさせていただいておりますので、ぜひね、楽しみにご覧になっていただければ本当に嬉しく思います。まあ、淀川のおっさんの方もね、今日ちょっと何時、時間決めてないんでね、何時になるか分かりませんけども、今日の分の講義がアップロードされればね、ぜひご覧いただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、まあ今日が終われば、あ、そっか、今日金曜日ですから、金曜日なので明日からまた2連休というところでございますね。2連休です。まあ、土曜日か、明日から実はというか、明日、あ、いよいよ予祝アカデミアの、プレオープンの金額の発表でもあります。で、もうね、明日の講義は絶対見てください。かなりお得な金額になってますので、驚きの金額です。もう二度とこの金額はやりません。できないですね。できない。これでね、これだけすごい安い金額でこれだけ稼げるポテンシャルがあるっていうのは今、日本の中でもなかなかないんじゃないかなと思うぐらいの金額を提示させていただきます。で、その金額をね見ていただいて、安いなって思った方はご購入いただければいいですし、高いなって思った方はね、まあ、またね、機会があればご検討いただければなと思いますし、あとはね、自分の心、自分の気持ち、自分の考えで、ご決断いただければなと思います。はい、ではですね、今日も、講義第2話配信いたしますので、ぜひよろしくお願い申し上げます。はい、それではですね、最後までご覧いただきましてありがとうございます。